面白い話を知っておるようだな。幾百年せの昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり。さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせけり。人の曰く、忠頼これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは阿佐野の北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わねえ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。